アーセナルに所属する U20 イングランド代表 FW ラリン・バロ軍はネクストオバメンと称される逸材だ。まだ19歳のバロ軍とはんな選手なのか紹介していきたい。今シーズンのアーセナルはダゾーンでいつでもどこでも簡単し1ヶ月無料お試し実施中。現在19歳のバロ軍は9でアーセナル下部組織入り。昨年10月にヨーロッパリーグ L でトップチームデビュー。プレミアグでのプレーはまだないが L ではすでに5ルを決めている。そしてアーセナルは今月26日ロ軍と長期契約を締結したことを発表し、今後のトップチームでの活躍が期待される。ニューヨークでナイジェリア人の両親から生で、その後英国へ移住したバロ軍は3カ国の表チームでプレーする資格を持つ。 U18 代表でイングランドとアメリカの2チームでのプレーを経験。どの代表を選ぶかも注目されている。ロ軍はストライカータイプの FW で、ピエール・イコール・メリク・オーバメヤンのように絶妙なタイミングと抜群のスピードで相手の裏を取り、タクされたテクニックと冷静なフィニッシュでルを奪う。スペースに走り込んだバロ軍、絶妙なパスが通ればゴールが決まる確率は1。ゴール前まで持ち込むことができても、落ち着きがなければゴールを奪うことはできない。だがバロ軍は本当に19歳なのかと思わせる、ドゴール前で落ち着きを見せる。ペナルティーリア内で相手を背負って、ボールを受け、振り、刻まに放つシュートは、技術やフィジカル、強さもそうだが、落ち着きさがなせるプレー。10、とは思えない心臓の持ち主だ。プレミアリーではまだ出場機会はないものの、すでに欧州、舞台を経験。L でゴールも決めていて、プレミアビューの日はそう遠くはないだろう。今後の役が楽しみな逸材だ。動画、新ストライカー候補、アーセナルの19歳逸材 FW のプレーがこれだ。参照、YouTube、りょう。